それではオールゲームラボダンクダンジョンスタジオズでゲームタイトルはアーケインオンスロートです。どうぞ。カモン。はい、では皆さん拍手をお迎えください。はい、ありがとうございました。さあいかがですかね。それでは審査員の皆さんからコメントを頂戴したいと思いますが、寺田さんいかがでしたでしょうか。寺田様、はい、あ、すいません、はい、すいません、ですね、このアプリちょっとやってみたんですけど、ちょっといまいちルールが分からなくてですね、結構一生懸命やってみたんですけど、まあ、そういう魔法使いを呼んで、まあ、自動で攻撃してっていうところまでは理解したんですが、それからどうしたらいいのかなっていうのがちょっと今理解できなかったかなっていうところがあります。で、結局あのマスすべてに魔法使いがこうびっしりこう みっちり並べてクリアみたいな、でもしかしたら成長要素とかどっかにあったのかなとは思うんですけど、ちょっと見つけられないままにちょっと終わってしまったので、惜しいなっていう感じはしました。はい、ありがとうございます。松山さんはいかがでしたか。はい、これ実は仙台の学生さんたち そのゲームタイトルと違ってですね、私が拝見させていただいた時にはまたもこれオールの先ほどのラボのルールだと思うんですけども、もう基本的になんかその決まった期間の中でやりきった後のものをもう拝見してるので、正直もっとこうした方がいいっていうアドバイスはそんなにちょっとお伝えすることもやっぱりできなかったんですね。で、一つのジャンルとしてのいわゆるディフェンス型のゲームとして その大きい意味でのゲームサイクルはできてはいるんですよ。面クリアタイプで少しずつ繰り返し遊ぶことによって先に進んでどんないいことがあるっていうのはあるんですけども、実はアドバイス会の時にも同じ話をさせていただいたんですけども、それ以前にやっぱり当たり前のやり取りの中で敵がだんだんこう向こうからこう降りてきて、自分がこう配置したものがピュッて弾打った時のその一個一個のその敵を倒した時のやり取りの爽快感とかがやっぱないと、お客さんはこのゲームをやり続けてやっぱくれなくなるので、そこの根本的なやっぱこう気持ちよさとか、そもそも何をすれば一番いいのかっていうことが分かるっていうのって、これゲームをデザインする上で一番大事なことなんですけども、そこがちょっとふわっとしてるので、そこをやっぱりもうちょっとこう抜本的にとっつきやすさっていうところをこう課題として抱えてるやっぱ作品だったなっていうのは、ちょっと最後までちょっと残念だったなとは思ってます。はい、ありがとうございます、はい、ね、やっぱり海外のね皆さんでね、こう少しやり方もね違うようなねこう作りになってたかなというところもねきっとあったんじゃないかと思うね。まさにこういうところをですね、はい、まさにねこうね国際間のねお互い見せ合うね触り合うというところでね、またねそれぞれ改善ポイントがねより見えてくるんじゃないかなと思いますのでね、はい、はい、今のコメントもねやっぱりオールと一緒にやるところに一つね醍醐味かなというふうに思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん拍手をぜひ送ってあげてください。はい、ありがとうございます、はい。